さて続きやっていきますか。前回はイカダを取ったんかな。よし、さあ行こう。4日ぶりですね。4日ぶり、5日ぶりかな。行くぜ行くぜ行くぜ。どこにどうなるね。でもね、だいぶね、もうやっちゃったからね、道覚えてるんですよね。せっかく回復したのに2個やっちゃって、ここにねエリアさんがあったんだね。これはね、ほんと気づかんやったな。気づいた瞬間の俺のショックは半端なかったもんな。気づいたもん、もう攻略を見たんやけど。攻略を見たの。2秒ぐらい見て、すぐ閉じたもんな。マップ見た瞬間すべてを誘ったもんな。みたいな。やべ、久々すぎて。なんか4日ぶりなのにすげえ久々。これでも普通に最初からやったらなんかもうちょっと早くクリアできるわ。2回やろうかな。おーい、来たー。あ？え？お、もうステージ4や。早っ。始まってすぐ。イエーイ。じゃあステージ5も多分イカダであるな。おー、しゃ。回転切りとかないの。ないの、あるわけない。回転切りは、ね、神々のトライフォースからや。この調子やったらなんか神々のトライフォースもあれやな。実況したい。おい、来た。実況したい感じがあるな。なんかね、ゼルダとか、前にやったスターフォックスアドベンチャーみたいなやつ、ああいうのはね、やっぱね、実況しやすいんですよね、一番。逆にテイルズ・オブ・ジアビスみたいな、もう完全になんかもう RPG 系統は、絶対しにくい。もうなんか、ただ感想を言って、ストーリー見るだけみたいになってるから、あ、まあ、実況するのは簡単、実況っていうかもう、やるのは超簡単、楽なんですけどね。むしろ、もう休憩。ああいう RPG 系をするのは俺にとっての、休憩実況みたいな。あれは楽、ジアビス楽だったわ。めっちゃ楽だったけど、2周目、3周目した後に、もう100時間、200時間、200時間もまだいかんけど、100時間したらやっぱ、その間、実況できないから、家でずーっとゲームしてる。帰ってゲーム、寝て起きてゲームって。もうずっとゲーム三昧。フォースナイト間に合わない。だからモンスターハンターとかね、本当はやりたいんですけどね。モンスターハンターやりたいけどね、モンスターハンターはね、さすがにね、実況、あれ、全然取れねえじゃねえか。モンスターハンターとかはね、全然ね、できないからね、その時間かかっちゃうから、これ全然通れねえじゃん。これ多分これで、ほら。俺ね、絶対これね、これで使うと思ったんだよな。一回しか使えないっていうのがね、ネックだったんだよな。あ、そこも出るんだった。実際、ポケモンとかね、本当はしたいんですけどね、ポケモンとかも本当、高校生の時にめちゃくちゃやり込んだんですけどね。高校生の時やったけど、あれも時間かんだよな、すっげえ。一匹を育てるのに、普通に10時間以上かかるからな、あれ。だからもうプレイ時間が、もう5匹育てただけで、6匹育てただけで、3匹育てただけで、プレイ時間かかるって。ラッキー好きだったんですけど、ラッキーがまたこれ、またこれローソクだな。ラッキーがまあまあ出ない。いいやつが。まあ出なかったね。何匹産んだよ ?60 匹産んだよ。ボックス2つ溜まったから、60匹は産んだ。確実に。で、そんな別に対して強いわけではない。沢村が俺強かったんだよな、というね、ポケモンの話ね。僕もなんか新しいのが出るらしいからね。なんかソードシールド産んでて。もう情報がもうあやふや。うわ、ちょい。これロウソク出すのめんどくさいな。あー、そこ通れんのか。なるほどね。うい。弓かな。弓。金かかるけどね、この弓ね。はい。はい。はい。オッケー。出らんのかい。もったいない。これロウソク装備しちゃったらいいな。多分すぐ暗いやつ。これ炎ね、自分当たるのダメでしょ。炎耐性持っとけ。赤い服着ろ。完全に時のオカリナーやけど。ここを倒しても意味なかったもんな。やばい。
鍵はいっぱいあるから、あれ？さっき扉なかったっけ？鍵あったら無視しちゃった。じゃあいいんだよ。さよなら。いや、ゼルダの伝説めちゃくちゃ迷ったけど、めちゃくちゃ面白いわ。めちゃくちゃ面白いですわ。はい。回復回復、やばいやばい、死んじゃう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 死んじゃって言ってる。だろだろだろ、やっぱブーメランないと危険ですわ。これ死んでもね、このねダンジョンからっていうのがいいね。ほい、オッケーオッケー、何も出らんのかい。回復は使いたくないんですよね。ルビーを貯めるのがほんと時間かかるんですよね。はい、まあ、ここはね、一回デスルーラーで戻ってからのやな。先にね、マップ欲しいんだよな。左はどうだったっけ。マップは一応ね、スタートボタン押したら出てくるんですけどね。はい、OK でーす。一応全員敵は倒してきてるから、ボス右上。このゲームボス弱いっすよね。びっくりするぐらい。なんか、あれ？本当にボスやった今のみたいな。なんか、ゼルダの伝説系って、なんか、ボスが結構強いイメージがあるんだけどな。無邪の仮面ボス強かったしな。あれ強かったな。最後のラスボスとか、まあまあ強い。まあ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 強かったな。まあ強かったな。まあ、ライ、ハートのかけらが全然取れてなかったから、あれだね、邪魔だよ。覚えてっちゃう、覚えちゃったよ。邪魔だ邪魔だ邪魔だ、バイバーイ。よーし、これは覚えてるわ。こうしてこうしてこうしてこうこうこう、よし、オッケー、はい、ガスクー、こう、はい、オッケー。目が見えてるのいいね。目が見えてる。おー、目を、よー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 、さよなら。よーし、こっち行ってなかったね、完全に忘れたね。おーい、鍵が2つ2つ、おーやい、おーい、お剣を打った後にすぐブーメラン。いいね、ブーメラン。なぜ避けようとしたの。剣で切ればいい。よし、オッケー、うまい、めちゃくちゃうまいな今の。うますぎるな。あー、いいね、この行き止まり感いいね。何これこれ、何これ、しないやんけ。はい、やっせ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 い、ブーメラン麻痺、ブーメラン麻痺攻撃。出らんのかい、なんも出らんじゃん。このちょっと意味ない部屋っていうのもね、大事やな。はい、だだ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 、はい。マップはないんだよな。ならこいつめっちゃ震えとマパる。あれ？あ、イカだね。あれ？でもイカだ。あれ？取れんじゃん。これ全員倒せってやつや。でるるるる。あれ？あれ？どうなってるの？これ。え、なんだよこれ。え？え？あれ？どうしたらいいんだこれ。ここか、全然わからんったな。はしごがある、はしごある、死ぬぞー、やばい、死んだ、見つけてすぐ死んだ。なんだ、ブーメランも剣も効かないコウモリは。ここか、いや、なんか一つだけ怪しいところが確実にあったんですよね。なんか明らかにここなんもねえなっつってか、鍵も出らん、敵もなんか復活しない、かといってもう行き止まりで何もない、だけど変な石が2つあるっていうね、確実やろって、まあ、全然ダンジョン覚えてない。まだそんなに迷ってないからな、まだまだ迷って1時間が迷ったっていう、完全に道を覚えた時点で俺はもうここのマップを極めたぐらいの勢いだな。だからあれですもんね、なんだっけ、全然覚えてない全然覚えてないよ。この間実況した、なんとかなんとかクエスト。なんとかクエスト、絶対クエストじゃなかった気がするけど。
ドラゴンスレイヤー、ドラゴンスレイヤー、全然クエストじゃない。ドラゴンスレイヤーとか、もう道覚えたもんね。あれは迷ったね。攻略、ちょっと使ったのに迷ったもんな。あれは迷ったな。しかも、あれ、やっぱ、あれもね、説明がないからね。わかんねえんだよな。やっぱ説明がなさすぎるゲームって、こう、どうしていいかわかんねえんだよ。どこ行けばいいのこれ、みたいな。目的は何みたいな。目的ぐらい説明しようみたいな。なんこいつなんこいつなんこいつやべんだけど、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 うーふぅ。よし、オッケー。回復使いてぇ。回復使いてぇな。回復使っちゃおうかな、別に。いいやろ。138もある。次食らったら。はい、食らった。これね、赤いやつがね、2回回復なんだよな。これ全回する?あ、強い。あー、強い。強い。だって、ステージ3を見つけるまでに、まず、すべてのところをもう検索しちゃったから、もう全部分かっちゃう。ステージ3の以外に、ステージ3のとこ以外、全部知ってるから。ステージ3だけの場所だけが分からん。あれは驚愕やったな。ほんとショックやったもんな。はい、オッケーでーす。わかってんだよ。ずーっと押すという機能なんて、ずーっと今までなかったのに、急に押すという機能が出てくるというね。驚きです。このゲーム。そして、はしご。このはしごあったら、結構いろんなとこ行けるけどな。よーし。まあ、はしごがあるから、これでも、バンジオッケー。あ、おー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 、いい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 、なるほどね、なるほどね。しかも自動で使ってくれるんやな。なるほどね、なるほどね、なるほどね。ライトがないとさっぱりわからん。ここはあんま覚えてないんだよ。あれ通れねえじゃん。通れねえじゃん。1マス足んねえじゃん。イカだ、イカだ、イカだ。え、通れねえじゃん、これ。全部2マス遠いじゃん。斜め移動はできんし。あれ、今ちょい斜めぐらいできる。あれ?斜め移動はさすがにできん。え、これどうしたらいいの?え?あ、そうだった。そうだった、そうだった。そうだった、そうだった、そうだった、そうだった。完全に忘れとったわ。ああ、引っかかる、引っかかる。はしごが出てくると引っかかるな。そうだった、完全に忘れとった。ここね。あれ?鍵ねえじゃん。はい、ここね。鍵をとりあえず買おう。おい、ゲッツイー。ゲッツイ、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 ツイ。オッケー。で、ちょっと回復するか。なんかもう回復の場所も覚えてるけどな。回復の場所覚えてるかだなと思ったら、前回っていうか、このちょっと前、死んだけどな、普通に。あれっつってか、ここじゃなかったっけ?右のところの回復がちょっとあんまりわかんない。左のこっちの、こっちは完璧なんだよな。この上にあるからね。ここは完璧なんだよな。痛い。はい、回復。オッケー。回復はね、2つしかないから。全開っていうのがいいね。